始まりましたうさぎチャンネル。どうも皆さんこんにちは、長坂ゆうきです。クルーメンバー随時募集中です。 NWSL がですねついに開幕しまして、まあ、2週前ですね。はい、ということで今回はですね第2節ポートランド対ゴッサム FC の杉田ひな選手について取り上げたいと思います。杉田ね、この試合杉田選手76分からの途中出場ということで、まあ、開幕戦もね途中出場だったんですよね。どちらの試合もこう負けてる状態での途中出場ということで、非常に難しい、ね、試合状況でこう投入されているんですけれども、まあ、この試合、杉田選手らしいプレーが随所に見られたと思います。まあ、出場時間はねホスタイム含めて20分強だったんですけれども、まあ、その中でもね技術の高さ、そしてね球際の強さ、キープ力、そしてですねやはりなんといっても杉田選手の真骨頂、ゴール前に飛び込んでいく、あのねアグレッシブさですよね。そこがやっぱ見られたので、開幕戦の時にはこう見られなかったプレーが少し見られたので、まあ、少しこうね徐々にこう上がってきてるのかなっていうのは、まあ、少ない時間でしたけれど、見て取れたので、ここからねチームは2連敗してしまいましたけれども、そこをねなんとかこう打開していく杉田選手っていうのにねちょっと期待したいなというふうに思っております。では早速プレー映像を見ていきたいと思います。ではどうぞ。まあね、まだリーグ始まったばかりなので、そしてですね今シーズンは全26試合ありまして、まあ、14チームで行われるリーグですので、まあ、先が長い、最終節がね11月の頭なので、まあ、そこまでねすごく長いシーズンが続いていきます。でこれから先ですね、まあ、1回もスタメンで出ないよなんてことは多分杉田選手ないと思うので、調子がね格段に悪いっていう感じではありませんし、こうして途中からでもちゃんとね起用されるポジションにはいるので、ということは
スタメンも確実にあり得るとは思いますし、あのプレー自体も、らしさがねすごく出てた試合ではあったと思うので、あとはですねその味方ですよね、味方との関係性っていうところで、まあ、ずっとこうやっぱ長年とか2年間過去2年間プレーしてきたメンバーなので、お互いに知り尽くしてる段階には来てると思うので、今年3年目でなので、じゃあ3年目として絶対に余裕を持ってできる、年だと思うので、監督ももう少し杉田選手の記憶を考えてほしいなっていうのが個人的な思いでございます、はい。でやっぱりあのポートランドはエースのやっぱスミス選手がいて、まあ、その選手が基本的にはこうゴールを、ね、取っていくっていうスタイルのサッカーなので、もうこのスミス選手をいかにして活かせるかなんですよ。だからこのスミス選手をどうやって活かすかが試合に出る鍵にはなると思うので、今のところそのスミス選手ぐらいしか得点が、ね、こうできるような匂いがしないので、まあ、あとね開幕戦であのジェニー・ベッキー選手がね2点決めましたけれども、あの個人技がねやっぱ高い選手なので、ジェニー・ベッキー選手が入って、ね、前十字の怪我からこう復帰してきて、まあ、その、ね、選手たちとどうコラボしていくかっていうところもですね、この今季はねかなり注目していきたいなというふうに思ってます。試合でプレーするエスギータの姿を私はものすごく見たいので、杉田選手には頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、もちろん本人も頑張ってると思うのでなので、あのね少しでも多く杉田選手のプレーが今季も見れることを願っておりますし、このチャンネルでも引き続き杉田選手を推していきたいと思っております、はい。なのでね、今季はなるべく杉田選手のプレーもこうピックアップしながらね取り上げていけたらいけたらいいかなというふうに思います。でこの杉田選手分析動画の詳しいことに関しましては、またメンバー限定のですねビデオに上げておりますので、そちらが気になる方はぜひメンバー登録よろしくお願いいたしますですね。まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録を、そしてこの動画へのいいねボタン、そしてですねシェア拡散、ここをお忘れなくよろしくお願いいたしますね、はい。ということで皆さんいつも見てくださってありがとうございます。ではまた。